はい、皆さんおはようございます。鉄道総合館です。この動画は速報でお届けしております。2022年7月14日から中央線を走行していた209系1000番台、こちら2編成あるんですけども、2編成とも運用から外れておりました。先日209系が入る予定だった 99T に E233 系が入ってしまいましたというような動画とかも出させていただきましたが、本日ですね、運用確認したところ、209系1000番台約2週間ぶりにですね、運用が復活いたしました。復活したのは2編成中1編成という形になりまして、トタ81編成が 99T 運用に入っておりました。そのご報告になります。諸説噂はありますけれども、一番濃厚なのはエアコンが故障してしまったというような形になります。トヨタ車両センターに止まっていた209系1000番台2編成並んで止まっていたんですけれども、屋根上のエアコンが少し綺麗になっていたというような目撃情報を買っておりました。なのでここからはおそらくの想定なんですけれども、209系1000番台はエアコンが故障し、修繕を行っていたという可能性が濃厚にあります。もう1編成はまだ運用復帰してないですが、おそらくこれも近々運転再開するのではないかなというふうに予想しております。先日グリーン車がですね、試運転を開始いたしました。中央線のグリーン車の営業運転開始まではまだあと2年から3年ほどありますので、組み込みをしつつ試運転が繰り返され、万全な状態になってから運転が開始されるかと思います。209系1000番台はこの E233 系のグリーン車組み込みや試運転による車両の使用で、車両が不足するため常磐線各駅停車から転属してきております。209系1000番台2本だけでは足りないため、 T71 編成という E233 系0番台の新しい編成も製造がされております。この編成にはグリーン車組み込みの改造等がされてないことから、グリーン車の組み込みが他の編成で完了後はおそらくですけれども、他のE233 系に車両が統一されていない路線、京葉線の可能性が一番高いかと思うんですけども、その路線に転属がされる可能性が一番高くなっております。実は E233 系0番台はですね、南部線に1本転属して8500番台を名乗っています。ただその編成は10両ではなく6両編成という形なので、その編成を戻してどうこうするよりも、209系が余っていたのでそれを転属して、かつ1編成製造した方がいいなという判断になったんだと思います。ともあれ209系1000番台運用復帰おめでとうございます。はい、ということで今回は209系1000番台2週間ぶりに中央線に復帰しましたという速報をお知らせいたしました。209系1000番台今後も長く活躍してほしい、あの音が最高だという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。
がとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to saving you again.